たちならではの遊びをさせてあげたい。市の支援がたくさんあるので育てやすい。産前産後ママサポート事業やマタニティ子育てタクシー費用助成、どちらも茨城県内初の事業。ランドセルの贈呈は昭和50年から続いている日立市の伝統です。ずっといて飽きない楽しめる街だと思ってます。子育ては日立市で。